を見せました。その後米沢に居を構え晩年を過ごしたそうでございます。でそのお家、晩年居を構えたお家の名前が問題でございます。次の3つのうちからお選びくださいませ。はい。1、善光寺。2、むくわん。3、たくあん。さあ、分かった方お手を挙げください。でれん、まだ上がらない。上がらぬということは、3番にこれ住めるのか。小さい子でたくあんって言うてない。たくあんって名前をつけたということですかね。刑事殿では、どなたかご指名くだされ。分かってて手を挙げないのはずるいと思うな。そうだの。うん。あ、おお、手が上がった。では、お答えをお願いいたします。2番。2番抜くわ。元気がないな。元気がないそうじゃぞ。もう一度、大きい声でお願いします。え、2番。2番、抜くわ。いかがじゃな。正解じゃ。見事。おめでとうございます。まさか、たくあんなわけでございません、ね。たくあんなわけないな。名前の由来をお聞かせ願いますかな。名前の由来は、苦しみのない安住の場所という意味なんじゃな。ちなみに、1番の善光寺。こちらは、わしの供養塔が建てられている寺で、毎年6月になると、前田慶治供養祭が行われまする。皆様、その時期が来たら、ぜひ、ご参加くだされ。だそうでございまする皆様ね、いつだったっけ、6月4日。皆様、忘れるもの、忘れずにの。だそうでございます。では、最後の問題でございます。最後は、こちら。やはり、直江兼嗣殿の問題と参りますかね。ちょっと、お前、それ段取りなかった。申し訳ございません。お前、おじゅうの話って言ってたよな。いや、でも、ここ、やはり、直江氏がございまするからね。どっちか、一番最後の問題に。はい、よし、よし。では、改めまして、では、最後の問題と参りましょう。第3問でれれん。最後は、こちらの、直江兼嗣殿の問題でございます。兼嗣殿と申しましたら、なんといってもこのうるさいくらいにこの目立つこの愛の前ですね。こちらでございましょう。その愛の前立てに込められた意味とは、次の3つのうちのどれでしょうか。はい。はい。実は意味などないんじゃよということ。2、軍神愛禅明王にあやか。3番目。ラブ。さあ、分かった方、分からない方もお手を挙げくださりませ。三択じゃからな。気軽に手を挙げてお答えくださるよ。ご指名願いまするか。お、手上がって、なんか二人ほど手上がっておる。うん。女の子を挙げておる。わかるかな。お、じゃあその赤いおべべを着た女の子。大きい声でお答えお願いします。何番かな。この辺怪しいかな。この辺怪しい。2番。お、2番。軍神愛禅明王殿、いかがじゃな。小さいなりでよく軍神愛禅明王殿。正解だ。正解でござる。おめでとうございまする。説明をお願いできます。一生で口にすることがないよな。ぜひ覚えてくだされ。小さい王殿、軍神。これは軍神愛禅明王、戦いの神様にあやかってのことでございます。それがしの先生上杉謙信公は毘沙門天を信仰しておったため、上杉軍の旗を美の旗で統一されておりまする。それがしはそれにあやかり愛禅明の愛の一文字を目立つようにうるさいように前立てとさせていただいております。何も言ってでございます。まさか前立たれて逸られると思ってなかった。